はい、皆さんこんにちは、浜田ゆりです。はい、ということで今回も浜田ゆり、鈴本めぐみの VR と水着と実況と始まりました。いやー、そうですね、ちょっと今までのその VR 体験からしてあんまりちょっと心が乗らない。しかもなんかスタッフさんが明るければ明るいほど私がちょっとどんどん緊張していくっていう、ちょっとね、今のところ VR 怖い目にあってばっかりなので、今日はなんとかちょっと楽しいゲームをしたいなという気持ちです。はい、ということで、今回紹介するゲームがホローポイントというゲームなんですけど、なんか弓矢で敵を撃つゲーム、ちょっとだけ映像見たんですけど、まあ怖くないといいな。ちょっとでも戦うからな、弓で。しかも弓撃ったことないんで、しかも VR でしょ。ちょっとどういう感じなのか、まだわからないんですけれど、精一杯楽しみたいと思います。皆さん最後まで見てください。それではゲームの方行ってみましょう。どうぞ。はい、それでは早速プレイしていきたいと思います。どんどんクリアしていくとどんどん難しくなっていくみたいなので、とりあえず5回まで頑張ります。あー怖ーい。すごいね、これ。こっちが嫌で、これをこうしてスタート。あれ1、ちょっと練習したんですけど、すでに首と足をやられてます。あれを怖いもん、難しい。怖い。これずっと知らってたらダメなの。ダメだった。狙ってきてるのかな。鬼だ。2個あるもん。これ赤い。危ね。危ないよ。うまくない？私。ああ怖いよ。どこ？ぶつかった。でももう疲れた。3はちょっと未知。避けんのがね、ちょっと位置が悪いよね。あのさ、こんな距離やって打てないのか。あ、打てなかった。もう疲れた。やばい。これ運動、めっちゃいい運動。
かもなんかクリアしてんのかよくわかんない。近っ。嘘でしょ。危ない危ない危ない。近いよ。めっちゃ顔面食らってんだけど。これさ、またぐ感じ無理じゃないこれ。あ、消せた。うまいうまいうまい。ただただちょっとベンチに座りたい。早い。あー、手なんか出てきた。何これ、何これ。疲れた。どこ行っちゃった。クリアしてんのこれ。クリアしてるからできてんのかな。ダメだ。個人的に、5段階で評価つけたいと思います。このゲームは星3。なかなか高評価じゃないですか、まあ、今までやったゲームに比べて、そうですね、まあ、ちょっと怖いところもあったんですけど、まあ、何が一番いいって私ができたこととあとゲームなので、まあ、室内でできるんですけど、ちょっと運動ができた気がする。ちょっと運動不足すぎて、今すごい体がヨボヨボなんですけど、運動不足の人はぜひやってみてください。はい、という感じで、ブームアップゲームズでは、VR ゲームの他にも様々なゲームの実況、攻略、レビューを行っております。皆さん、興味ある方ぜひぜひ、こちら、チェックしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。